夏島は日本海軍の附設艇。夏島型附設艇の一番艇。艇名は夏島に続いて二代目。夏島は横須賀軍港にあった島。一計画艦。1931年12月24日、石川島造船所で起航。1932年8月1日、夏島と命名。二等布設艇とされた。 1933年3月24日、浸水、同年5月23日に不設定の等級が廃止され、類別は不設定に改められた。同年7月31日竣工、横須賀守府跡、横須賀防備隊所属。ともつる事件の後に復元性能改善工事を実施し、1939年には、 戦隊補強工事を行い、講師排水量は668.7トンに増加した。1938年7月1日、品方面艦隊の指揮下に入り急行、攻略作戦などに参加。1940年に本席が横須賀鎮守府からクレ鎮守府に移り、佐柄防備隊所属となる。太平洋戦争開戦時は、佐柄防備隊に所属し、開戦後は、 同方面の対戦紹介、防戦網や、嫌いの布設戦乱護衛などに従事する。1943年4月1日、陳海系ビフに、派遣、旅順方面で行動する。同年12月1日に所属を、第8根拠地帯に変更、5日再起に入港10日出港して、南東方面に進出した。1944年2月1日に類別等級が、 不設定から不設定に移り、改めてクレチンジュ不席となる。同年2月22日、ラバウルに残っていた航空隊の整備員などを乗せトラックへ向かう、途中ニューアイルランド島沖で、アメリカ駆逐艦、チャールズ・オースバーン、ダイソン、スタンディにより沈められた。4月30日艦艇類別等級表から削除、同日譜で除籍された。ありがとうございます。